最近うんこちゃんと高田健二よく連絡取ってるらしい。もちろんモコも取ってる。いや、そんな頻繁に撮ってるわけではないかな。この前なんかうんこちゃんからチャンネルで動画上げるときの、なんか聞かれて、それぐらいかな最近は。高田健さんとはやっぱ遊園地の話で、やりとりしますけど。え、そんな喋ってんの今最近。加藤さんと高田さん。毎日電話してる、そう。これ先方マジ出すポケモンおらへんなぁ。とりあえずこうか。んでこうかな。いや俺、それもう毎回が、だから高田健さんのさ、悪口一回も言ったことないねんけど。いや、ほんま、高田さんと M1 出たいって、どうしたらいいん、それ。だって、応募期間まだあんねやろ？で、出たいんですけど、マジで。いやだから独特な、やっぱ、何やろ、やっぱネット、やっぱ何やろ、ネットならではのネタとかを挟んでいたら絶対ウケると思うねんけどな。いや、でも最近漫才言うてもさ、そのなんか、何やろ、コント形式の漫才が多いじゃないですか。多分その形式でやれば、例えば、でもやるやん。じゃあお前、この役やるからお前はこの役やって、みたいな感じでさ。コント漫才っていうの？漫才ってトークだけ、トーク一本ってよりから、なんか、コントをベースに、やっていく漫才がほとんどじゃん、最近。だからそういう感じ。あ、なんか降参されてんけど、いきなり。出るなら小林幸子にまず謝れ。本当に申し訳ございませんでした。
ちょ、充電切れそうやねんけど。ああ、ちょっと待ってよ。飲むか。いや、さっきの生放送見たいっすよね。全国編でしょ。今を抜け出そう、手に触れて Just be free to。 あ、シャンデラだ。ランタンがいる。トゲキスもいる。急に歌うよーつって。日頃からちゃんとの安さには疑問を感じよったんやけど、どうやら今日はその安さに感謝せなあかんみたいやな。この役って、ちゅうかこの役、まさか新郎と32000、思うてたやると聞いたんちゃうか。え、そんなん考慮しとらんよ。先ネタです。すいません。わーい、このもの親分だい。サイコロ守れー。キュこ、あー、ちょっと待って、違う。あ、いけるか。あ、いけるいける。いや、待て。これセンスマジむずくないこれ。いや、これでいこう。さっきの再現動画待ってる人もいるんですよ、先生。マジで。あれでもちょっとやりたいんだよな、また。再現動画は、なんか。僕、先中やんで。もうほんま嫌い、この技、熱湯とか。うぜぇ。うざすぎる、ほんとに。いや、自信なかったのって、そもそも電気、ランタン相手にさ、ギャラで突っ張れるわけねえじゃねえかよ。もうダメだ、これ。まあ、まず角打ちは取れないし。不一致自信じゃ、ランタン相手に。大体ランタン B に振ってるから。
いや、今のところ別に、普通にだから、その相手がそんな素直にさ、なんかジメマが見たからっつって、じゃあギャラズに交換してくると思わなかったよ。ちょっと相手を過大評価しすぎていた。俺がもう相手を過大評価しすぎたわ。もっと単純なやつだと思う。割り切るべきだった。お前がこんな単純な人間だとは思わなかったんだよ。てめえ単純なんだよ、てめえは。ギャラ、ガモス、ギャラでよかったな。アホだ、俺。もうダメだ。俺にはもう、何の資格もない。ポケモンをやる資格もない、俺には。オウフ。おい、ひるみとかマジここでは勘弁してくれ。なぜひるむ。ハッサムのバレパン圏内入っちゃったな、これ。もうダメだ。はい、終わり。結局、運。何もかも運。追加効果。もう追加効果ゲー。何十パーかに左右される対戦、そんなもんもうやる意味ない。おしまいだ。